はい、それではここからはセクション 2.2 の多項式の表現というところに進みたいと思います。まず 2.2.1 節の多項式の表現と加算というところで、テキストでは17ページからです。でまず基本的な事項について確認しておきますと、ここではその R を可換換としまして、で R のブラケットでくくった XYZ というのを変数 XY から Z を持つ、R 上の多項式全体の集合ということにします。でこの集合にはですね、自然に加減乗算が定義されて、そのこの R の XYZ というのは可換換をなすということが示されます。これは皆さんもどこかの授業でやったことがあるかもしれません。で当面はですね、この変数を X の1変数、それから係数の方は整数間 Z として話を進めていきます。でまずこの多項式を扱う際に出てくるいくつかの言葉の定義をちょっと復習、もしくはここで導入しておきます。言葉の種類としては主項、主係数、次数、モニックという言葉なんですけれども、この AX、多項式 AX ですね、整数係数の X に関する一変数多項式で、AN の XN 乗プラス点点点プラス A1X プラス A0 と。で、N は0じゃない、0でない整数ということで、このような形で AX が与えられたとするときに、まず、この AX の主項というのがですね、何かというと、この次数最高次の項ですね、ANXN 乗のことを AX の主項と言います。英語で言いますと、the leading term と言いますので、これをの英語の頭文字を取って LT の AX というふうに書くことにします。で次に、主係数ですけれども、この AX の主係数はですね、先ほど出て定義しました AX の主項の係数ですね、AN のことを AX の主係数と呼びます。でこの主係数は、英語では the leading coefficient と呼びますので、その頭文字を取って、LC の AX というふうに書くことにします。3番目に AX の次数ですね。これは多分皆さんご存知だと思いますけれども、この X の N 最高次の、次数のことですね。これを多項式の次数と言いまして、これは次数は英語でディグリーと呼びますから、記号としてはデグの AX というふうに書きます。最後に、AX がモニックであるとは、この AX の主係数 AN が1に等しいということを意味します。ですので、例えばこれから先の話だと、多項式 AX はモニックとしますとか、そういうふうな形で使いますので、注意しておいてください。で次に、この一変数多項式の表現ですね、これを定義しておきます。で、AX を先ほどと同じ形で与えられた多項式としたときに、いろんな与え方、表し方がありますけれども、一応このテキスト内では、丸括弧で、A0 から AN という係数を並べてくくったものですね。これは Z の N プラス1の元なんですけれども、これを持って、この一変数多項式 AX を表すことにします。ですので、アルゴリズムなどではこういう表現を使う場合がありますので、注意しておいてください。さて、その一変数多項式の加算に進みたいと思います。ここでは2つの多項式 AX と BX が与えられているものとします。係数はそれぞれこのような形で表されておりまして、共に係次の多項式なわけですね。でこれに対して、その CX として AX と BX の和ですね。これも係数は C0 から CK を使って表されていますが、このような係次の多項式を求めるということを考えます。で、それをアルゴリズムとして表したのが、こちらのアルゴリズムですね。一変数多項式の加算、AX と BX という形ですね。原理的には、各次数ごとにですね、係数の和を取ればいいという、大体筆算でやっている、皆さんがやっているようなやり方が思い浮かぶと思いますけれども、そういったことを踏まえたアルゴリズムの定義となっております。AX は A0 から AK の係数で表されているもの、BX は B0 から BK の係数で表されているものに対して、
出力 CX は C0 から CK の係数で表されていて、CX は AX と BX はになっているものを返すという形のアルゴリズムですね。で、一番基本的な、処理はですね、ここの1行目の繰り返しでして、まあ、i が0から k まで、繰り返すと。で、どういう内容を繰り返すかっていうと、ai と bi、それぞれの、まあ、i 次の係数を和を取って、それを ci に代入しなさいという形になります。で、まあ、それが一通り終わったら、その2行目で、この c0 から ck を並べた形のデータとして、これを cx というに対応するデータですね。これを返すと。ということで、加算が行われます。まあ、これが、まあ、多分、一変数多項式の、2個の一変数多項式の加算の、まあ、最も基本的な、アルゴリズムの一つになるかと思います。で、ここで、いくつかこのアルゴリズムについて、注意をしておきたいと思います。まず、このアルゴリズムですね、今提示したアルゴリズムは、入力多項式 A と B の次数が等しい場合の処理、を書いておきましたけれども、この入力多項式 A と B の実数が等しくない場合には、そのアルゴリズム側での対応ですね、何らかの拡張が必要になると思いますので、そこは注意しておいてください。それから、あと、入力多項式の各係数ですね、この AI とか BI というのは、まあ、一般には多倍長の整数が与えられます。ですので、その計算量を見積もる際には、その、まあ、各係数の和を取るということですから、その一般には多倍長整数の加算の計算量を考慮して、この一変数多項式のその加算の計算量というのを見積もる必要があります。以上を踏まえて、今日の最後なんですけれども、この一変数多項式の加算の計算量の、見積もりをしてみましょう。先ほどのアルゴリズムなんですけれども、まあ、割と単純な計算でありますから、このような形でこう図示してみました。まあ、AX と BX の和を取って CX を求めるという際に、まあ、AX と BX のそれぞれ係数を並べた形を右辺に書きましたけれども、それぞれの次数の項の係数の和を取りますということになるわけですね。で、そうすると、それぞれの項の、和を取る際の加算の回数っていうのが、まあ、K プラス1回ですので、オーダーの K と。ということになります。で、一方で、その各項の係数の計算量ですね、AI と、BI の、計算量なんですけども、これは各項のですね、多倍長数の、長さに、比例してきます。ですので、これ、例えば A1 と B1 の、計算量っていうのは、この A1 か B1 の長さの長い方の計算量に比例しますので、まあ、A1 の長さと AI の長さと BI の長さを長い方のでまあラジオで評価できるということになります。でそうすると、まあ、全体の多項式の加算の計算量としてはその各項の係数のその多倍長数の長さの和に、比例するだろうということになります。一応それを数式で書きますと、ラジオのi が0から k までの和で、MAX の、AI の長さと BI の長さの最大値ですね。まあ、それの和で抑えられるということが言えます。で、まあ、これはその一般的に、一般論か、各項のですね、その多倍長数として長さが異なる場合の、まあ、一般論、計算量の見積もりの一般論なんですけれども、もう少し単純な状況ですと、もう少し単純なことが言えて、例えば、係数がすべて単精度、1ワードの場合ですね。この場合には、この AI の長さ、BI の長さともこれ1になりますから、この全体の多項式の計算量の和とし、長さ、計算量としては、オーダーの K ということになります。ですので、すなわちこれは、係数がすべて単精度ならば、この多項、一変数多項式の、加算の計算量というのは、この多項式の次数に比例するというふうに言えます。また、例えばですね、この係数が多倍長数なんですけども、すべて長さが等しいと、m ワードですよっていう場合には、これが、オーダーの mk として表せるといったようなことも言えます。まあ、こういった形で、まあ、
いろいろな計算量を表す際には、その入力となるデータの、まあ、一般的な量に合わせて計算量を見積もったりもしますけれども、まあ、それではちょっとその見通しがあまりうまく立たないよという場合には、例えば、係数はすべて単精度をまず仮定してみようかとか、それからあるいは、じゃあ係数の長さ、多倍長だけども、すべて同じ長さにしてみようかとか。まあ、そうやってこう状況設定を少しずつ単純化させたりすることで、まあ、こういったいろいろなアルゴリズムの計算量の特性を見通すといったようなこともやられています。まあ、そういうことをですね、参考にしてもらえればというふうに思います。ここまで質問などありますでしょうか。はい。それでは以上が第4回ですが、第4回のまとめです。まず今回は計算量の概念について紹介しまして、でまあ、それを踏まえて、符号なし多倍調整数の、加算の計算量の見積もりを行いました。でその後、符号付き多倍調整数の表現ですね。これは2の歩数を用いた表現というのを紹介しました。で後半では、一変数多項式の、まあ、加算のアルゴリズムを説明しまして、まあ、それと同時に一変数多項式の加算の計算量の見積もりを行いました。で次回なんですけれども、一変数多項式のフォーナー法について紹介していきたいと思います。でその中で、特にそのフォーナー法の応用として、非不整数の、二進十進変換、二進数と十進数の間の変換ですね。これはテキストですと 2.2.3 節に書かれております。それから、小数や分数の二進十進変換。これも二進数と十進数の表記の変換ですが、これは 2.2.4 節に書かれておりますが、まあ、こういった応用も含めて、このフォーナー法について学んでいきたいと思います。はい、ここまででよろしいでしょうか。はい、それでは今日の講義はここまでとしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。